はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。じゃあカズさん、はい、あの今日もあの、はい、岐阜まで来ていただきましたけども、来ましたよ。ロードモバイルのお時間ですよ。はい、はい、前どんだけ悔しい思いをして帰り道も無言で帰りましたからね。そうですよね。なんで負けたんだろうって自問自答をして。はいはいはい、まあでも準備でも決まってますからね、ロードモバイルは。そうですよね、はい、奇跡は起きない。奇跡は起きない、ね、奇跡は起きないゲームですよね。そうですね。あのあれからまた2週間ぐらい経ちましたけど、ええ、その2週間でどう変わったか、はいはいはい、何をやってきたかが今日試されるわけですよ。ですよね。ちなみに、まず僕の方状況を説明しますと、はい、パワーが、1200万までいきましたよ。あの可愛くない、もう。待ってください、はい、そう、あなたは待ってください。あの、はいはい、ただのガチじゃないですか。ガチ勢ですよ、僕は。あなたもあの面白すぎるんですよ、本当に。あなたただのガチです。こんな戦力のやつ見たことねえよ。はい、あの僕ヒーローを相当強くしたんですよ、はい、まあ強くなってるよね。いや、だいぶですよ。まあ、こっち、まあ、言っても40が1人できたんだよね、ついに。あ、40が1人だけできた感じですか。40できたんですよ、僕はもうスタメン全員あの56レベルですからね。あ、ただ15レベルぐらいしか違わないじゃないですか。あの1レベルが全然違うんですよ、はい、1レベルの差がすごいんですよ。えげつないもん装備してんだろうな。そうです。で、今ランキングはこの今の僕らがいる帝国サーバーで、はい、92位です、僕。あー、92位ね。はい。あー、こっちと比べてまあちょっと違うね。カズさん何位ですか今。13595ですね。13595 13595。え、それ5桁ありませんか。違いますよ。え、13595位。ちゃん、これ13.595位です。これはひどい。これはひどい。かたや、ハイランカー。いや、こういう戦いは嫌いなんですよ、コロシアムの戦いは。いや、でもこれが、これ楽しいんですよ。で、上の方の人だと、はい、定期的にジェムがすごいもらえるんですよ。ええ、ほら。あー、おいしいやん。3時間に1回かな、確か。あ、ちょっと待って、今から俺駆け上がってくるわ。いやいや、もう間に合わないです。今から大変ですから。ハイランカーの人が、はい、使ってて、無課金でも手に入れれるのがこの一番右のおばちゃん。おばちゃんが結構いいんですよ、このおばちゃん。えげつないぐらい必殺技が強いんだよね、これ。そうなんですよ。この、ブーンヒルダさん、はい、この人が相当強いんで、どうしようかな、もう一人誰にしようかなって迷ってる方いたら、はい、この人を入れるとすごく強くなります。あ、ありがとうございます。前回の動画で言ってあげた方がよかったですね。で、今回、ギルド対戦をやらせていただくんですけども、はい、一応ルールとしては、攻撃は、1人1回まで。はい。で、偵察はしても OK なんですけど、なんです、バリアは、その参加しない人はバリア張ってくださいって一応言ってありますんで、はい。ギルド対戦に参加したくない人は、なんていうんですかね、攻撃に加わらないようになってますんで、はい、安心安全です。で、勝敗の決め方なんですけど、カズさんのギルドのパワーが今総パワーが、5600万。おお、すごい数ですね。すごいでしょ。5600万あるのに対して、僕らポコニャンの方のギルドは、はい、1億300万。ちょっと待って、桁間違えた。読み方間違えたよ。これ1000、これ1億ですね。え ?1 億?はい。億?億いきましたね。え、何億って ?1 億いきました。で、待って、奇跡起きないとかなんか、はい、大丈夫?奇跡は起きるよね。大丈夫です。減り方で勝負です。あー、なるほど。今の時点での、その、総パワーで勝負しちゃうと、うんうん、1億ポイント対5600万だと、ちょっとかわいそうなんで、ええ、そのギルド対戦が終わった時の、減り方についてその勝負を決めます。あ、はあ、それだろっけ。はい、1000万減ったのか2000万減ったのか、うん、なので一応時間までのその制限時間までの治療は禁止になってます、うん、兵士の治療しちゃうとまたパワー戻っちゃうんで、それだけならないようにお願いしております。むしろあれでこっちの方は有利ですよね。減り幅が1億あるんでしょ、あなたは。そうです、減り幅が1億。
僕はたった5000しかないのに、はい、1億あるでしょ。はい。やっぱうわ、なに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 、これなにこれなにこれ、なに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 、何が来てんの。これはですね、今ね、みんなにお知らせした時間が、はい、今偵察が OK の時間なんですよ、今。何これ気持ち悪いのこれ。すごいですね、偵察し合ってますね。わわわ、えらいことになってる。カズさんのパワーが今440万、はい、に対して僕は1200万の3倍ありますからね。まあまあでも3倍でしょう。はい。こっちのやっぱこのみんなのこの結集力ですよ。ああ、なるほど、うん、そこで今回は何とかしたいと思う。大将戦はでも勝ちますよ。大将戦でも勝って、はい、チームとしても勝ちますから。こんなバカな話、岐阜まで来てバカな話しないでしょって。そんなバカな、もうどういう顔して帰ればいいんですか今日。そうですね、無言ですよそれこそ。じゃあ今回もチャットで、はい、ちょっとみんなの士気を高めていこうと思いますんで、はい、私もちょっと高めていこう。よーし、ほんとでもギルドはすごいいっぱい、みんなコメントがなんか一番下までちょっと行きたい。よしよしよし。ほんとですね、ほんといつの時間行っても、はい、誰かしらなんかこのギルドチャットにいるんですよ。ここにいますよね、反応してくれますよね、はい、そうなんですよ。100人もいるとすごい頑張ってくれたんで、はい、相当強くなってくれましたからね。ギルドのメンバーでも、はい、上の方のメンバーはカズさんより戦闘力高いですからね。そんなバカな話じゃないですよ。僕の2週間は濃かったですよ。いや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 、見ます見ます、このランキングを見ると、はい、あ、すごい、ちょっと待って、ドラガさんもう1000万いってる。ちょっと待って、あなたのなんか右肩みたいなのできてるじゃないですか。そうですね、右、もうそうですね。ちょっと待って、1000万、ちょっと見たうちにすごい上がりましたね。ちょっと待って、でも500万の方もほら、カズさんの僕の3番手でカズさんより強いっていう、うん、ちょっと待って、なんかアニキーとか入れてねえだろうな。入れてないです、アニキーとかじゃねえだろうな。アニキーヨシさんはまだ温存してますから。温存してるのか。はい、やり込みは僕担当なんで。まあこんな感じで。ちょっと待って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 、ランキング1位ですけど、ギルドの方も相当やり込んでくれたのが、うんうん、嬉しいですね、うん、本当にありがとうございます。まあでもこっちはその一度の攻撃に自信があるからさ。なるほど、うん、やっぱこの100人がもう密になって戦うから、はい、絶対いけると思うんだぞ。さあさあ、そろそろ、おお、攻撃の開始の皮切りがもうすぐ時間なんで、いよいよですか。はい、来ますよ。さあ、じゃあこれで、ね、お互いのバリアが外れたんですけど、なんですかこの状況。なんかもうさすが、火の海が、あ、火が上がってる、火が上がってる。火が上がってるけど、それ以上こう何、兵士の数と、何何これ、カズさん、待って待って待って、名前がもう見えない見えない見えない、これ動いてんの兵士やんか、これこれ兵士ですよ。文字がすごいことになってる。このサーバー耐えれんのこれ、耐えれんすかね。文字しか見えない。わー、やばい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 、大丈夫これ。見ろよこっちの近い画面、やばいってなってる。そう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 、画面やばいですよね、画面がやばいぞ。でも僕が目指すのはカズさんの城ですからね。で、カズさんが目指すのは僕の城。ええ、うーわー。わー、火の手が上がってるぞ。火の海だーって、もう燃え上がってますよ、もう。そうですね。あー、チャット欄がすごいことになってる。画面がすごいでござると。画面がすごいですね。うわ、こんなことあるんだ。でも耐えてんね、サーバーがこれ。耐えてますね。よくぞ耐えた。そろそろカズさん、はい、どっちが攻撃、先に攻撃します、どうします、なんなら先制攻撃仕掛けてもいいですか。どうぞ。さあ来い。さあ行くぞ。到着まで25秒。あ、近いから、これ22秒。カズさんの兵士が歩いてる歩いてる、あー、もうコミチンの命が尽きるまで15秒だろこれ。うわ、やべ、ドキドキしてきた。震えるがよい。あー、やばいやばい、震えるがよい。さあもうちょっとだな。くる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 。3、2、1、よいしょ。確認。到着しました。さあ確認しよう。いやでもどうだどうだ、カズさんやっぱ兵士しかいないですね。ちょっと待って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 、鬼前回より相当期待だぞ。いや壁はでも攻撃1回されて半分ぐらいまで壁減ったんすよ、けどその半分の位置から減ってないですね。ちょっと待って、え、なんでなんで、
なんで僕らの、ちょっと待って、伝え方が足らんかったっすね。ちょっと待って、下からなんかいっぱい刺さってるって、はい、これ罠です。やめろって、やめろ、罠はしてるってやめろって、痛いって、ちょっと地味に痛いって、ちょっとやめろって。カズさん負けちゃう、カズさん負けちゃう、負けちゃう、やめろって、いっぱい、ちょっと待って待って、勝ったまあざっとこんなもんですよ、カズさん。次は、僕がカズさんの城に攻め込むんですけど、さすがに今の、兵士は治療しちゃって大丈夫ですよ。あ、いいですか。はい、いいですか。あの、ガラキンとこに行く形になるんで、すいませんね、ちょっと、いえいえいえ、あの、治療しますわね。はい、ちょっと待ってくださいね。カズさんのフルパワー対、はい、フルパワーですからね。ですよね。はぁ、復活したー。はい、じゃあカズさんが完全復活したところで、じゃあ、コミチン、はい、今回ね、はいはい、あの、いろいろ言われたから、はい、あのディフェンス面、ディフェンス面、そっちに時間割いたんですよ、今回は。なるほど、壁に自信ありと。そう、壁に自信あります。じゃあ、その紙みたいな、段ボールみたいな装甲をなめちゃいけません。その、もう足すくわれますからね、そんなこと言ってると。あの、カンさんの城壁、段ボールか、あの、なんでしょう、発泡スチロールでできてるって聞いてますけど。 おバカだな、本当に来るがいいよ。いきますよ、全力でかかってきなさい。じゃあ僕のフルパワーで、ええ、よし、これで全力で来ればいいさ。いきます。じゃあビックリすんなよ。じゃあもう一気に加速していきますからね、ええ、カットせんといてよ。カットしちゃダメだよ、編集で。カットしないですよ。カットせんといてよ、僕の編。よーし、行くぞ。よし、戦況確認。よし、行きましょう。来るがよいよ。よーし、まず、そうこう、ほら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 、もう減った、もう減った、めっちゃ減った、めっちゃ減った。優しくしろって、ちょっと。お、行け行け行け、よっしゃー、壊したー。ちょっとやめろって、お前、やめろって。ちょっと、さあさあさあ、ちょっと、お前、物大切にしろよ。やっぱり、あの、壁、ダンボールでしたね。ダンボールの発泡スチロールだ。ちょっと、城壁が。まあ、でも、内側の人、頑張れ、内側の人。圧勝、圧勝、圧勝、これ、圧勝、圧勝じゃない、圧勝じゃない。やめろって。まだ 90% 以上あります。ちょっと待ってって、お前らちょっとお前らの士気はそんなもんじゃないって。お前ちょっと待って、10、ちょっと待って、みるみるうちに人を守って、ちょっとやめろって。やめ、や、やっ、よっしゃー、勝ったー。ふぅ、感情がゲーミングカズが燃えてますね。これ確か、カズさんをこのまま何回も攻撃したら、はい、あのカズさんのヒーロー、そのまま、なんていうんですかね、あの、幽閉できるんで、ちょっとやっていいですか。あの、僕、よく幽閉されてるんですよ、これ。あなたですか。僕じゃないですよ、今までは。僕、あの、先週、2、3回幽閉されててさ、はい、なかなか出してもらえんくて、檻に入るんですよね。そう、めちゃめちゃ檻に入っててさ、敵労働1人確保って出た。え、これもしかしてこれもしかして、カズさんいるんじゃないですか。ここちょっと待ってください。やったー、カズさん牢獄に入れた。敵将取ったと思う。ちょっとカズさんのヒーロー、首グリングリしてますよ。さあ、じゃあ、ええ、決められた時間になりましたんで、はい、お互いのギルドの総パワーを、確認していきましょう。わかりましたよ。じゃあまずカズさんのところをちょっと見させていただきますね。はい、プロフィールからギルドで、あ、意外と減ってないぞ。カズさんのギルドが、はい、5640万から、はい、5160万、だいたい500万ぐらいの減りですね。じゃあちょっと僕のギルド、これまずいんじゃないですか。ちょっとコインチンさん、そうですね、まずい。480万か。カズさんのギルドの減りは480万。ルールですよね、これ。やばい、やばい、炎の数じゃない、ルールですよね、これ。ルールですね。いきますよ、見ますよ。守ってもらいますよ、このルールは。いきます。あっ、僕らのギルドが、ちょっと待って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 、1億188万なんで、あの、減りが190万かな。なんで、僕らの勝ちだー。やったカズさん、岐阜まで来てまた負けた。だって岐阜はだってだってコミチンの土地じゃん、これ。
こっちのホームでしたね。こっちの土地じゃん。福井だったら絶対違ったよこれ。いや一緒ですカズさん。コミチンが福井来たら絶対違ったよ。っていう感じですね。はい。本当大人数でやっても楽しいですし、こうやって友達同士2人で、はい、やっても楽しいと思いますんで、ぜひ皆様のロードモバイル、はい、ぜひダウンロードして遊んでみてください。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。